3敗、伊藤博美今季初黒星。セパ交流戦広島対日本ハム伊藤博美が先発。本日のスターティングメンバー。2番水野にしたことが吉と出るか凶と出るか。水野と松郷の順番変えてきたか。実は水野は月通が一度もないから意外といいのかもしれない。面白い。水野も将来的には3割打つ素質あるよな。今日はお好み焼きを食べたアリエルが満塁ホームラン。1回裏伊藤が秋山に先頭打者ホームラン浴び失点0対1。はぁ、マジか。いきなり。おいおい、ハムこれ多くね。伊藤だけじゃなく、2回裏伊藤博美が3人できっちり抑える。ナイス月通。まあ6回は投げ切ってくれ。今の伊藤に贅沢は言えん。ナイス。はい月通どうも。よしよしよし。3回裏伊藤博美三者凡退できっちり抑える。抑えた。水野の安心感。博美の勝ち。ナイス3本。よしよし。4回裏伊藤ピンチ作るも無失点投球。よっしゃー。よく耐えた。ネバネバ伊藤。ナイス。追い込まれるとギアが上がる男。広島も残塁お付き合い。なんだかんだで抑えてくれる。5回裏伊藤3者連続三振で抑える。しかし伊藤すげえいいな。初球もったいなすぎた。おい球素晴らしい。3者連続三振かっけーぞ広美。伊藤のゲームだなこれは。6回裏伊藤が小園のバント内野安打の処理で悪送球し失点0対2。ここでやっちゃったか。雑なプレイしてしもた。うわー昨日の逆やっちまった。田中康介の犠牲フライで失点3対0。やばい。この1点は痛い。まあしゃあない次で終わろう。3点は厳しいなぁ。7回裏伊藤このイニングをきっちり抑える。伊藤よくやってる。よく頑張った。なんとかまず1点でも返そう。8回裏リリーフの矢沢田中康介の犠牲フライで失点0対4。明日に響きそうな展開。いやいや矢沢頼むぞ。田中また犠牲フライ。広島効率的な点の取り方。進塁だと義比を今日はやられるな。矢沢押し出しのフォアボール0対5。マウンドが合わんのかもな。矢沢 KO です。タイムリーなしで5点。明日頑張ろう。山本に継投するもワイルドピッチで失点0対6。ああ、もう早く終わらせて。タイムリーなしで6点。日ハム完敗で貯金10またも逃す。伊藤博美が7回3失点で今季初黒星。オン完敗。今日は見どころなかった。森下攻略できなかったのと菊池の守備にやられたね。お疲れ昨日のを完全にやり返されたな。はあ、明日勝とうぜ。お疲れさんまた明日。乾杯か明日は頼むぜ上位打線。さあ昨日の仕返しをそのままされたような試合展開になってしまいましたが。明日は気持ち良い勝ち方でカード勝ち越しをしてもらいたいですね。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。